クルガンテッパ、カーガンテッパまたはカーガンテッパ。タジク語はタジキスタン共和国の南西部の都市。ハトロン州の州都。人口は8万5千人で、同国で3位である。人口はロシアへの出稼ぎをするタジク人が多いため季節によって大きく変わる。かつてはクルガンテュベやクルガンテッペと呼ばれた。首都のドゥシャンベから1 0 0トル。 クルガン鉄波の北をバフシュ川が流れる。北西約8キロメートルにアジナテパ遺石がある。ソ連時代、開拓のための運河の造成、灌漑事業で多くの労働者が流れ込んでできた町。そのため民族構成も、タジク人、ウズベク人、ロシア人、タタール人、ウクライナ人、カザフ人、ギリシア人など多岐にわたる。かつては、 こうしてできた開墾地に多くのロシア人がいたが、1992年から1997年のタジキスタン内戦で85%のロシア人が去った。内戦ではこれら入植した人々が反政府勢力となったため、最大の激戦地の一つとなり、クルマン鉄破に深刻な打撃を与えた。現在もタジキスタンの反政府勢力の最大の地盤である。 市の経済はホワイトゴールドと呼ばれる良質の面下に依存しているが2000年以降はロシアへの出稼ぎも極めて大きい。ありがとうございます。